俺んちは母子家庭で貧乏だったから、ファミコン買えなかったよ。すっげえ羨ましかったな、持ってるやつが。俺が小6の時にクラスの給食費がなくなった時なんて、ファミコン持ってないやつが怪しい。なんて、真っ先に疑われたっけ。貧乏の家になんか生まれてこなきゃよかった。で悪態ついた時の母の悲しそうな目、今でも忘れないなぁ。どうしても欲しくって、中学の時に新聞配達して金貯めた。これでようやく遊べると思ったんだけど、日井のゲーム売り場の前まで来て買うのやめた。その代わりに小3の妹にアシックスのジャージを買ってやった。今まで俺のお下がりを売ってきていたから。母にはハンドクリーム買ってやった。いっつも手が荒れてたから。去年俺は結婚したんだけど、結婚式前日に母に大事そうに錆びたハンドクリームの缶を見せられた。泣いたね。初めて言ったよ、産んでくれてありがとうって。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。